皆さんの質問が多かったお茶道について、うん、質問したいと思います。まずお茶道の意味、はい、意義について教えてください。はい、はい、ね、お茶道がこの頃おかげさまでどんどんやっていますっていう人が増えてきましたね。でお茶道っていうのはもうそんなに難しく考えるのではなくて、巷に、迷っている霊たちですね。でこれがその、まあ、ゆかりがあって、こちらへ頼ってこられたと、こうしましょう。その時にじゃあ塩をまいて帰ってくれっていうのか、じゃあ自分がその亡くなってですね、そしてまあゆかりのあるところにちょっと、道を迷って、冥道に行く前に道に迷って、そして、ゆかりのあるところを探して、頼ってその家に来た時に、そこに敏感な人がいて、なんか気持ち悪いからって死をまかれたって言ったら自分やったら嫌ですよね。でそういうことをまず考えてほしいんですね。これ人間と同じなんですね。そして、まあ、ゆかりがあって袖すり合うも多少の縁ってゆかりがあって、ついてくるわけですよね。で特に優しい人には頼ってくるというか、迷ってる霊というのは、まあ心細いわけですよね。でそう頼ってきた人に、まあ、どういうふうにおもてなしをするかということなんですね。意義は、で昔はお茶がない頃は水やったわけですけど、まあ、どこ行ってもまあお茶でもどうぞと、ね、言われますよね。お茶湯というのはもうどこの家でもやっていたら、迷っている仏様は四国八十八箇所を守っておられる接待というんですね。お茶湯と一緒です。弘法大師を頼って、まあ、霊的なことを、まあ、自分の魂の修行をしに来ている貴重な修行者たちにお接待をする、いろんなものを出すわけですけどね、一服してもらう、徹底的にやるのではなくて、まあ、お茶の一杯でも出してあげる。海外でも伝えてるんでやってる人います。別にコーヒーでも紅茶でもいいわけですね。そこでちょっと一服ついて、まあ、暗い中を道を迷って、冷たい中を歩いている人に温かいお茶、熱いお茶を出すというのが今のお接待と同じことですね。冥界は寒いんですね。下へ行けば下へ行くほど寒いんです。だからみんな寒い寒いって言ってるところにお茶とっていう、熱いお茶をいっぱい出してあげることによって、その人たちは一息つけると。それは仏様に至るまで生きとし生けるもの全てに気持ちを通わせる、お接待をするというのが本来はこれ仏教のお茶と薬としてもたらされたわけですから、お茶との意義でその人たちを癒すものとしてお茶というのが振る舞われたわけですね。人々の病気を治したり、人々の苦しみを和らげたり、そういう意義もあって、白湯を出すのではなくてお茶とをする。盆に来た時にお茶を出す時は先祖たちが好きだったお茶を出してあげるとか、ミックスハーブティーみたいなやつもありますから、そういうものが好きやった人にはそういうものを出してあげるっていうのが、相手の気持ちを察して出してあげることが極陽になるわけです。迷っている霊たちが浄化して消化していくとどうなるかというと守護霊に変わるんですね。世界の人たちがやったら地球自体を守る霊たちが一斉に増えるわけでしょ。ハイアンドローですよね。ですから実務としてやらなければならないお接待、お茶と非常に重要で、修行者、尊い人たちにねぎらいをする、尊い人たちを助ける、ね、自分はそこまで修行できないけれども、ね、そういう修行者たちにねぎらって、振る舞いをする、お接待をする。そして亡くなられた方も修行してるわけですから、冥道に向かってずっと修行してるわけですから、早く浄化して私たちの守りとなってくれるようにお接待をする。私たちもそれにつながって続いて同じところに行くわけですからね。そして私たちも道に迷って頼らないといけないことがあるだろうと思います。その時にどうかこのお茶を飲んで、また向こうにね速やかに、旅立たれてくださいって言って、お接待してくれたらありがとうございますって言って出会わすじゃないですか。情けは人のためならず、自分もいずれそういうこと立場になるんだよということを考えたら、やっぱり、そういう人々のお接待をするという、まあ、それがお茶道なんですね。まあ、そういうことさえ分かっていただければ非常に、スムーズにお接待ができると思います。はい、冷めたらもう冷めた時点で無縁崩壊供養したらいいんですよ。次の日まで置いといてもいいですけどね。深い地獄のところまでお茶が届くように、お接待をしてきたというのがこのお茶道の、習わしです。まあ、特に空海が力を入れたお茶道ですね。